大学院を卒業した後の進路として農家を真面目に考えています。 DX、B2C、ビジネスの発達、田舎の可処分所等の高さなどまだまだイノベーションの余地がある分野だと感じています。私のような若者が農家になることはどう思いますか、将来性など。長期的には正しいと思います。ただその長期がいつになるかなんですよね。その要は、まあ、その同じようなことを考えて田舎の農業を何とかした方がいいよねっていうので、その、まあ、今の日本の場合って一人一人が農地を持ってて狭い農地なんだけど、その一通りの農機具は自分で買わなきゃいけなくなったりするんですよね。でアメリカみたいなめちゃめちゃ広いところだと、なんか東京ドーム5個分ぐらいのところを一人が持ってて、でトラクターとかもものすごいでかいのを使ったりするんですよ。でも日本の畑って割となんかその100メートル平米みたいなところをなぜかトラクターを買ってそこしか使わないみたいな、でそこをなんかあの1年に 2,3 回しか使いませんみたいな、でもトラクター買わなきゃいけないよねみたいにあって、その設備投資に対するコストが結構高かったりするんですよね。なのでその農家がどんどん廃業してくれて、その廃業した畑を買ってその農業会社としてかなり広い面積を1個の農具で全部やって、でその労働者自体はなんか外国人の技術派遣的な人とかで安く上げるみたいな形でやればうまくいくよねっていうのは理論的には成立するんですよ。でもその農家の人って農業好きでやっててそこにいるので、自分の畑手放さないんですよね。で手放さないし、そのじゃあ自分で畑を開墾しようと思ってもいいところってもうほぼほぼ畑にされていて、そのなかなか開墾するにも結構きついよねっていう土地しか残ってないみたいなのがあるので、なのでその今高齢者の農家の人たちが死滅して、本当にその使えなくなった畑がそこら中に放置されているという状態になった時に、初めてその農業をするための株式会社として全体を一気に買い上げて、すごい安いコストで農産物を作るってアメリカ式になるんじゃないかなと思ってるので、10年じゃまだ厳しいかなという気がするんですよね。なので長期的には僕もあの要は効率を良くして、じゃあ IT で農業の管理をして、あの生産物を管理してうまく利益を上げていくよねっていうのはいくと思うんですけど、それがまだかかるんじゃないかなという気がしてます、日本の場合は。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。